ツイストペアケーブル、ツイストペアケーブル、ツイステッドペアケーブル、ツイステッドペアケーブルは、より追線ともいい、電線を2本体で寄り合わせたケーブルである。単なる平行線より、ノイズの影響を受けにくい。TP ケーブルという場合もある。古くから、ある技術であり、電話線などに用いられてきたが、近年では、イーサネットの特にランでの配線に使われる例がよく、知られている。 抵抗接続による通信の運用では2本のワイヤーは同量で逆向きの信号を伝え受信側は2本の差分を検出する。これはディファレンシャルモード、作動モード転送として知られる。ノイズ源はノイズ信号をワイヤーに電気的または磁界による結合によって導入するが、それは両方のワイヤーに等しく結合する傾向にある。このように コモンモード信号として発生したノイズは受信側では作動信号が取り込まれる際にキャンセルされる。この手法はノイズ源が一方のワイヤーに近い時に効力を失う。近い型のワイヤがノイズにより強く結合し受信側の同士を信号除去作用がノイズを除去するのを失敗させる。この問題は通信ケーブルでペア同士が長い距離同行している場合に顕著に 現れる。一つのペアがもう一つのペアにクロストークとして誘導し、それはケーブルの長さによって増加する。ペアをツイストすると、ワイヤーのツイストの半分ごとに、ノイズ源に近いワイヤーが入れ替わることで、この問題に対処される。妨害源が一つのツイスト距離より長く、均質にかかっていると、誘導されたノイズは、コモンモードとして残留する。作動信号の手法はまた、 ケーブルからの電磁波放出を減少させるとともに、減衰も減少させ、交換期間の距離を伸ばすことができる。ツイスト率、ツイストピッチ、通常はメートルあたりのツイスト数で表すは、ケーブルの主要な仕様となる。隣り合ったペアのツイスト率が同じだと、別々のペア同士で同じ動線が繰り返し隣り合うようになるので、作動モードの利点を失うことになる。この理由により、 少なくとも、ケーブル内の少数のペアは、ツイスト率を変える必要がある。FTP、金属白皮覆ツイストペアや STP、シールド付きツイストペアのケーブルとは、対照的に、UTP、シールドなしツイストペアケーブルは、シールド材に囲まれていない。これは電話線における基礎的なタイプであり、コンピュータネットワーク用では、とりわけ、パッチケーブル、 または一時的なネット接続用のように、ケーブルの高い柔軟性を生かした用途で、一般的ある。初期の電話では、電報線や、オープンワイヤ片側設置回路が使用されていた。1880年代、路面電車の河川が多くの街で敷設され、それらの回路にノイズを誘導した。訴訟では解決できない状況と見るや、電話会社は、平行回路に転換した。 それはまた付随的に減水の減少をもたらし、それによって領域を拡大させた。電力の供給がより一般的になると、この手段では不十分であると判明した。電柱の上のクロスバーの両端に貼られた2本のワイヤは送配電線と経路を共有した。何年か経つと電力利用の成長が通話妨害を再び増加させたので、技術者たちは妨害除去のために、 ワイヤトランスポジション、ワイヤ位置交換という手法を考案した。ワイヤトランスポジションでは、電柱何本かに1回ワイヤ位置を入れ替える。この方法では、2本のワイヤは、送配電線から、同等の誘導障害を受ける。これは、ツイストペア手法の初期の実装であり、ツイスト率は、キロメートルあたり4回、または、マイルあたり6回である。 このようなオープンワイヤ平行線による周期的なトランスポジションは農村部で今でも残っている。ツイストペアケーブルはアレクサンダー・グラハム・ベルによって1881年に発明された。1900年までにはアメリカの電話回線ネットワーク全体はツイストペアあるいはトランスポジションオープンワイヤーのいずれかで妨害に対する保護を行った。今日では世界中の 何百万キロメートルものツイストペアケーブルのほとんどが屋外配線に、あ、電話会社所有で通話サービスに供されており、電気通信設備工事担任者などの資格を有する技術者によってのみ取り扱われている。1990年頃、イーサネットが大企業などに本格的に利用が始まるには、10ベースマイナス2や10ベースマイナス5の同軸ケーブルに代わって、 カテゴリー3レベルの UTP を使う10ベース T 規格が必要であった。当初、イーサネットが普及し始めた頃に10ベース T を使う場合はカテゴリー3のケーブルであった。日本国内では10ベース T によるイーサネット接続が一般家庭、中小企業にも普及し始めたのは Windows95 が登場した1990年代中頃であり、 すぐに100ベース TX が登場したためにパソコンショップ等の一般消費者向けの店頭でもカテゴリー3のものが見られる時期はごく短かった。ランとランケーブルが普及してケーブルが初めて付設される段階ですでにカテゴリー5のケーブルが用いられた。その結果1998年頃から 普及価格帯に降りてきた100ベース TX をハブとランボードの交換だけで利用できることにつながり、移行にかかる手間やコストを大幅に削減しながらも、高性能を得ることができた。シールドが施されていないツイストペアケーブルを UTP、アンシールデドツイステッドペア、アンシールデッドツイステッドペアケーブルといい、電話線やイーサネットなどで使われる。取り回しが簡単で安価なため、 特に高速伝送を求められないイーサネットの LAN 用途に標準的に使用されている。日本で一般に販売されている LAN ケーブルの多くは UTP ケーブルである。UTP に対し電線帯にシールドが施されたものを STP、シールデドツイステッドペア、シールデドツイステッドペアケーブルという。これらはノイズが非常に多い工場内や野外。 少しでも高い通信速度が必要とされる場面、例、センベス c x で使われる。なお、シールドの有無により、UTP と STP に区別することは一般的であるが、シールドの方式により、FTP、STP、変素シールドに区別することもある。10GB イーサネット参照。また規格上は、シールデッドツイストペアは、STP ではなく、 FTP と呼称されている。STP を使用する際は設置の必要があるため、ハブなども STP 対応機器を用いる必要がある。設置については、LAN ケーブルのノイズ対策のための設置。を参照のこと。カテゴリー5対応 STP などでは一重。カテゴリー7、企画策定中では二重シールドが施されている。現在のところ。 工業規格化されている STP ケーブルは ISO-IEC25N1173 によるカテゴリー 6A-7A-STP ケーブルのみであり、それ以外のエンハンスドカテゴリー5、カテゴリー6の STP ケーブルはすべてメーカー独自規格であることに注意が必要である。また、STP ケーブルのコネクター部分も規格化され、従来の 8P8C、通称 RJ45 に代わりテラ、GG45 などが策定され実装されている。これらの実装では、コネクタの外側にケーブルシールドに接続されたメタルシールドがあり、STP 用の機器のジャックに装備されている信号シールドに設置される。従来の 8P8C はアンシールデッドであり、8P8C を用いた STP ケーブルが カテゴリー7と名打って一部は一般にも市販されているが、これらは完全にメーカー独自規格であること、さらにシールドが設置されてないために様々な問題、例として古文モ,モードノイズによる EMI が起きる可能性に注意が必要である。STP ケーブルはシールドそのものでだけでなく、導電線が太い場合や内部にスペーサー等が含まれているものがあり、UTP ケーブルと比べて、 太いことが多かった。しかし、カテゴリー6以降は、ユティッピーでもセパレーター、十字介在が必須になり、また導線が太くなっていることや、カテゴリー 6A では、エイリアイクロストーク等を防ぐために、周囲介在が追加され、ケブル全体が太くなっているため、カテゴリー 6A ケーブルでは、STP の方が細くなっている。高速電装用。 長距離の STP ケーブルはといった問題があるため、一切の電気的ノイズが混入しない光ファイバー、ケーブルが使われることが多くなっている。ツイストペアケーブルはいくつかのカテゴリーに分かれて、規格化されている。主な利用目的などを一家に示す。メーカーによっては、カテゴリー5相当、カテゴリー 6E といった表示があるケーブルが販売されているが、これらは、 ISO やチアによって規格化されたものではなく、メーカーの独自仕様である。特に、カテゴリー5相当のケーブルでは、本来4体べてが決戦されている必要がある。ところが2体しか決戦されていない。あるいは、線自体が2体しか存在しないものがあり、この場合には2体しか必要としない100ベース。TX での仕様は可能であったとしても、4体べてを必要とするベース T での使用は、 できない。また、2015年現在、カテゴリー7規格として、RJ-45 コネクタを使用したケーブルが、複数販売されているが、カテゴリー7の終端には、RJ-45 と上位互換である、GG45 コネクタもしくは独自形状のテア、コネクタの使用が定められており、RJ-45 を使用したものは、規格外である。 カテゴリーが上がるにつれ、よりのピッチが細かくなったり、十字懐材物や、白の追加によって、ケーブルが硬くなる傾向にある。UTP、STP いずれにおいてもそれぞれのグループ内では、上位カテゴリーのケーブルを下位カテゴリーのケーブルの代替として用いることが可能である。カテゴリーは、ISDN 時代には、レイヤーと呼んでいたこともあり、技術者によっては、今でもそう呼ぶ場合がある。 信号ケーブルであるツイステッドペアーケーブルはノイズ混入を避けることが最大の技術的課題である。ノイズの混入ルートは2つあり、内部からのノイズと外部からのノイズである。外部からのノイズはシールドによってかなり減らすことができる。また、2本の電線によりをかけてより対線にすることでノイズの働く電磁界の向きを互い違いにして影響を 最小限にする工夫を行っている。できるだけローアを避けるために、よりのピッチを対戦ペアごとに変えて、同じ向きに長い区間で向き合わないようにしたり、より対戦ペアごとにシールドをかけたりする。ケーブルを流れる電気信号は高い周波数ほど減衰しやすいため、高周波数対応のケーブルはそれだけ太い導線の使用が必要となる。 市販のイーサネットケーブルは、ほとんどがより新線である。電話線は、古い屋内配線では、ベル線と呼ばれる、単新線、ツイストペアではない2線平行が使われていたが、近年ではより新線、ツイストペアや、4本の線をひとまとめにより合わせた、カット線、クワット、正型、対打ち線が多い。決線の仕方により、ストレートケーブルとクロスケーブルに分かれる。 イーサネットでは、ストレートケーブルは NIC、クライアントサーバルータとハブとの接続、クロスケーブルは NIC 同士の接続や、ハブ同士のカスケード接続に使われる。2007年現在、一般ユーザー向けのスイッチングハブにはほとんどすべてに、オートメディ、MDIX と呼ばれる、ストレートクロス自動判別機能がついている。そのため、 スイッチングハブ同士のカスケード接続もストレートケーブルで可能となり、クロスケーブルの必要性は低くなっている。2008年時点では100ベース TX から1000ベース T への移行が本格的となっている。PC とスイッチなどを接続するギガビットイーサネットを使うにはカテゴリー 5E のケーブルで良いとされるが、価格差はほとんどないためカテゴリー6が主流である。 データセンターやバックボーン接続などでは、それよりも上位のカテゴリー 6A を付接するケースも得ているが、ケーブルが太くて硬いことによる取り回しの悪さや対応機器が存在しないことなどから、こちらはオフィスや家庭で普及する見込みは立っていない。内外の主要メーカーは自社製品を認定業者が正しく施行した場合に、限り15年から25年の製品保証をしている。 個人ユーザーなどが店頭で購入するランケーブルは、霧のいい数字の長さ、30cm、50cm、1m、3m、5m、7m、10m、20m、50m、100m などで、あらかじめ両端にコネクタを装着したものである。開封してすぐに使えるが、必要な長さとは必ずしも一致せず、例えば多少の余り長を含めて 21m の長さが、 欲しい時に20メートルを購入してギリギリで使うか、それよりかなり長い50メートルのものを購入するかしないといけない。工事業者がランケーブルを付設する際は段ボール箱に入った数十から数百メートル巻きのケーブルと RJ-45 コネクタを用意し、配線した後にケーブルを切断、圧着工具を用いて両端にコネクタを取り付けること、 生誕あるいは生誕と呼ぶが一般的である。ケーブルにコネクタを取り付ける作業は少々慣れを要するが現在では皮むきから圧着まで必要とする機材が含まれた安価なツールセットや配線を溝に入れて蓋を閉じるだけで完結する工具不要のコネクタも登場している。ただしコネクタを取り付けた後はランテスターと呼ばれる測定器で導通や 短絡の有無は最低でも確認する必要がある。確実にケーブルの規格に合った通信が行えるか調べるためには、効果、数十万円から百万円以上なテスターを用いて測定し、減衰やロー和レベルなどが規格内であるか確認する、計測値を記録し報告しなければならない現場も多い。カテゴリー六以上のケーブルでは、間隔が非常に狭く加工には、慣れが必要になるので、 ケーブルのメーカーに依頼し、必要な長さのケーブルを特注することもある。ケーブル外皮、シースの色に明確な基準はなく、またどのような色のケーブルを使っても通信することはできるが、事務所内のネットワークなど、ケーブル数の多いネットワークでは、各ケーブルの末端に行き先を示したラベルを重複するなどの基本的な手法に加え、下記のどちらかの措置を取ることで、 ネットワークトラブルを未然に防いだり、保守性を高めることができる。ネットワーク階層に応じて、色を区分する場合の例としては、ザ・シーモン・カンパニーのレッキメンデド・カラー、コーディングスキームがある。単に、RJ45 に接続されて、外皮をかしめられているだけでなく、折り曲げに強いように、コネクタと外皮をなだらかに覆うパーツや、コネクタの爪が何かに引っかかったまま引っ張られて折れる。 ことの異様をカバーするパーツが用いられる場合がある。ツイストペアケーブルは8本の新線を2本1ペアで、より対線としたものであるが、新線1本1本の銅線にも種類があり、単線とより線のものがある。配線場所によって、特殊な形状のツイストペアケーブルが存在している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。